僕の心のヤバいやつ2期第5話僕は知りたい見ていきたいと思います。なんかさ、ここ最近になって意味が分かったよね。一期見てる時のコメントで二期もっとヤバいですよがだいぶ分かった気がする。二期すごいもんな、ずっとなんかやばいって。いや前回のさ、俺気づかなかったんだけど、スカタカナのスあれをこうやって割ってハートマークに見せるとかさ、ああそういうことなんだみたいな風に思いながらさ、いややっぱバレンタインってすげえな、やべえぜ、ほっと、いやーやばいね、僕ヤバはヤバいです。今回もどうなるのかわかんないよ、もう体爆発すんじゃねえかな、楽しみだな。じゃあ早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやっておりますのでフォローお待ちしております、よろしくお願いします。どうなんだろうな。はい、それでは Amazon プライムで再生していきます。3、2、1スタート。マジで全然関係ないんだけどさ、ヨウミヤのオタクがいるの。ヨウミヤのオタクが熊本のね、俺が熊本いた時の知り合いでさ、ヨウミヤのオタクがいるんだけど、仕事でバカほど疲れてても僕ヤバを見たいがためだけに一生懸命起きてで僕ヤバを見てバーンってなって寝るっていうのを、俺は夜勤中それを見ながらちょっと笑っちゃった。やばいよな、でも本当にヨウミヤただでさえやばいのに山田アンナが会いすぎてるのよ、やばい。まだ他のキャラクターもね出てきてほしいんだよな。黒マスクの人とかさ、ピンクの髪の子とかさ、見たいんだよな。本編開始。そうだよ。でもそう考えられてる市川偉すぎん。映画だ。一緒に行くんだろ。一緒に行くんじゃない。もう行こう。ナイス。でか。
え、一緒に行くんじゃねえ。そうだよ。イマジナリー。よく言った。よく言った。えらい。中学生特有のやつだ。なんか見えるよな。なんか見えるんだよ。いや、もうデートやん。デートやんけ。お姉ちゃんで。どうだこ。銀だこじゃねえんだ。よりによってだよな。きついんだって、きついんだって大人になってからは。暑いぞ。大丈夫か、それ。そうだな。
くちゃ。怖っ。あれ？初心者マーク？あれ？ポップコーンマップ。デートだよ。読めよ。ラストファイナル2。そうね。キスじゃん、絶対キスじゃん。いいなぁ、しりとりしてぇなぁ。いいなぁ。かわいい。お姉ちゃんに確認すんのかよ。かわいい。
行くんだ。そうなんだ。差し入れか。こんな朝早くからやんだな、大変だな。ああ、イマジナリほう。怖いね。話してんだ。話しとるよ。怖い子か。怖い。山田やん、そんな山田よ。
クール。言ったね。あ、でもそう思うじゃん。そう思うよ、さっき手つないでたの。僕は。知りたい。オフショットだな、これ。このまんまエンディング入るのめちゃくちゃいいな。めちゃくちゃいいじゃん。超いいエンディングの入り方。いいな。すごくいい。あれだって、最後の最後に言ったあの綺麗だ、マジのやつじゃん。だってもう、だってなんだ、そのモデルのお仕事としてのポージングとか笑顔とかじゃなくてさ、一番こっち側におったのってあのメイクさんとかでしょ。マジの素の表情のオフの時じゃん。いいなでもやっぱね、市川すげえよなぁ。その芸能界にさ、いる山田のことを思ってさ、なんかやばくねえかなぁとか、考えてんの、やっぱすげえよ。俺だったら、やっぱ俺芸能人と付き合ってるんだぜって言うあれで、多分そこら辺考えんもん。でもそれを考えることができている市川が良すぎるんだよ。マジの一番ド頭のところでも言いよったじゃん。それっぽいことを。で、最後の方でマネージャーさんから、構成がどうちゃらこうちゃらって言われた時に付き合ってないですよってちゃんと言って。だけど、まあ、ちゃんとね、考えた上でのさ、ね、ほら、手繋いでいくところのさ、市川のさ、いいじゃんね。こういうの、弱いよ。ダメだよ。やばい。いいね。いやー。いいね。
すごい好き。こういうのなんだよ。すっごい好き。ああ、いいね。いやあ、いいな。いいね。よかったら。ただちょっとバイト中にお姉ちゃんと会うの誤算だったね。お姉ちゃんと会いそうやなって思いやったら本当にお姉ちゃん出てきたし。いやでもたこ焼き、ああいいな、しりとりもしたいし、一緒にたこ焼きも食べたいし、いいな、手つないで、ああいうのしてやな。無理なんだよ俺は、できねえんだよ俺は。制服デートなんかやったことねえし、放課後そのまんま行くということが不可能な立地だったから。中学つったってな、周りにそんないろんなものがあるわけねえしな。高校だとしても無理だったな。マジで熊本市の端っこの高校に通ってたから、そっから中心部の方に戻るからな。家着く頃にはっていうのがあるし、まずそもそも高校生の頃そういうのなかったな。制服デートって楽しいんかな。制服デートやったことないからわかんねえや。今制服なんか着たらきちいよ。きつすぎるって、今制服着れねえもん。無理だよ。はあ、そういうのやっとけばよかった。今学ランなんか着れねえよ俺。無理だな。中高学ランだったけど、いや今学ラン着たらきついぜ。無理だよ。相手が制服着たとしても無理だよ。俺がきついってなるわ。やめてってなる。無理だよ。うわあ、いやー、いやマジで、あー、いいな、こういうの。いいな。久しぶりにこの、なんだろう、形容しがたい、なんだろうこの気持ちは、こう、なんだろう、なんというか、いいな。やばい、何も言えねえ。終わろう。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、僕の心のやばいやつ、ニキ第5話カルテ17、僕は知りたいでした。ありがとうございました。ならり。